ザナミビルは、世界で最初に開発されたインフルエンザ治療薬。抗インフルエンザウイルス剤とも呼ばれる。リレンザの商品名で、グラクソスミスクラインにより販売されている。A 型インフルエンザウイルス、B 型インフルエンザウイルスに効果を示すが、C 型インフルエンザウイルスには無効である。日本でザナミビルの成分特許は切れているが、後発医薬品はない。2014年には、 完全な臨床試験データに基づく分析が公開され、この新たな証拠に基づいて備蓄するほどの恩恵があるのかの見直しが求められるとされた。ウイルスが感染細胞表面から有利するために用いるノイラミニダーゼ酵素を阻害することにより、他の細胞への感染、増殖を抑制する。そのため、ノイラミニダーゼを持たない CE 型インフルエンザウイルスには、無効、 インフルエンザウイルスの増殖を抑制する作用を持つ薬剤であるため感染初期における治療開始が有効である。インフルエンザ症状が発症後48時間以降に治療を開始した際の有用性は確立されていない。同様の作用基準を持つ薬剤としてオセルタミビルがある。傾向での絶対的バイオアベイラビリティが2%程度と低いため傾向投与はできず。 非蛍光経路投与に限られる。そのため、リレンザはザナミビル水和物ドライパウダーを吸入投与して用いられる。インフルエンザウイルスは主に上気道に感染、増殖し、発症する。吸入投与されるリレンザは、ウイルスが活動している上気道に直接到達して、作用するため、蛍光投与される薬剤よりも速効性がある。銅剤は、 ディスクヘラーという専用の吸入器によって吸入投与するが、吸入投与は小児、高齢者にとっては難しい。そのため、簡単に蛍光投与できるオセルタミビルの発売後、ノイラミニラーゼ阻害薬におけるリレンザの占有率は激減した。ところが2006年から2007年のインフルエンザシーズンに日本においてタミフル服用後の異常行動が 世間の注目を浴びたことにより、本材が見直された。また、オセルタミビルに比べて、薬剤耐性が起きにくいことが分かった。2008年から2009年の季節性、インフルエンザシーズンにおいて、オセルタミビル薬剤耐性ウイルスの出現により、リレンザの使用量は、毎シーズンより、大幅に増大した。英国国立医療技術評価機構による2008年の、 インフルエンザの予防のための診療ガイドラインにおいては、慢性呼吸器疾患などの指定されたリスク群を除いて、季節性インフルエンザの予防のためのザナミビルの使用は推奨されない治療においては発症から48時間以内といった条件を満たした場合に推奨できる。しかし2014年には完全な臨床試験のデータに基づいた分析が公開され、 有益性がわずかで有害なリスクは増加しているため、ガイドラインは改定されるべきであり、各国は備蓄するほどの恩恵があるのかの見直しが求められるとしている。ありがとうございます。